はい、おはようございます。ラスカルでございます。今日はですね、2代目江戸さんに来ておりまして、新メニューができたということで、そちらを早速いただきに参りました。江戸さんのあのオーナーさんとかって、あの荒井家はね、家族ぐるみで仲良くさせていただいておりまして、うちの嫁さんももう出産間近で、来れるタイミングが最後なのでね、新メニューを一緒に食べに来ました。なんで今日はね、その新メニューとプラスアルファで、他にね、まあいつも通り食べたいものを頼んで食べていきたいと思っております。はい、ということでね、今料理が全て出揃いました。とりあえずね、今日運転なんで、今日はオールフリーで。最初にね、まずこれが新メニューでございます。担々麻婆豆腐でございます。これね、あの単品もできるし、今回はね、丼にさせていただきました。あ、うまっ。うん、うん、うん。麻婆自体はそんな辛くないんだけど、この上に乗ってるね、ひき肉が結構ピリ辛になってる。うまい。うん、今トッピング用の目玉焼き、こっちのトッピングもいただきました。唐揚げを、唐揚げでございます。うん、サービスでいただいたね、これチャーシューでございます。チャーシュー、うまっ、うまっ、うまい。うまい、うん、これ温玉だな、温玉、温玉。うん、うまい。そしたらこれですね、チャーハンでございます。目玉焼きを、いい、よっ、あ、目玉焼きうまっ、まろやかになる、うん、うん、卵も、よっ、うん、もう完食してる。うまい。餃子でございます。
うまっ。待てよ。あ、でもいや、ジョッキはそれで大丈夫ですか？あ、大丈夫です。いや、一番好きな食べてくださいよ。いただきます。あった、持てない。もつ煮、うまい、あった、持てないよ。あのいつも通りね、好きなもん頼んだんですけど、今回はね、それに加えてこの新メニューですね、担々麻婆丼、めちゃめちゃうまかった。まあ、今回の際にはね、もう販売も開始してると思いますので、ぜひね、気になる方は食べに来てください。以上、ラスカルからでした。じゃあね。